ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ボンドボディの加藤です。今までカスタムをメインに紹介してきましたが、今回はちょっと違ったものを紹介していきたいと思います。今回はパーツの修正を紹介していきたいと思います。こちらのパーツですが、一見普通に見えますけども、横の方が、引っ掛けてしまったのか、欠損してしまっています。かけらがあればいいんですけども、今回かけらなしということで、こちらの形を一から作っていきたいと思います。では作業に入ります。こういったパーツの修正ですが、その方法は、様々ありまして、絶対にこれという正解はありません。今回はこちらのパーツの欠損した部分ですね、こちらを作るのに、このパネルボンドというものを使っていきたいと思います。こちらはですね、実際車のボディ等にも使われていまして、非常に強度の強いものです。で、実際もうすでにこちらには足付けをして、脱脂もしてあります。ではやっていきます。パネルボンドをつけていった時に周りに漏れていかないように、アルミシートで形を作っていきます。こんな感じでざっくり周りを囲って、中には補強のシートを貼ってあります。ここに先ほどのパネルボンドを流し込んでいきます。こんな感じで盛りまして、あとは固まるのを待って削って形を整えていきます。パネルボンドの方が固まりました。このような感じです。で、もうカチカチに固まってます。これを、大まかに削っていって形を作っていきます。パネルボンドの方を大まかに削って形を整えました。このような感じになります。これをあとはパテで成形していきます。はい、ということです。いきなりですが、パテの成形も終了しました。このように欠損していた部分も修復してあります。この後下地塗料のサフェーサーを拭いて塗装に入っていきます。いきなりですが、塗装の方を完了しました。欠損した部分もきれいに仕上がっています。